野宮さん、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、今までいろいろと私の方とかでもいろんなセラピストとかアスリートとかいろんなお話を聞かせて、インタビューとか一緒なオンラインのイベントとかさせていただいてまして、今回ちょっと野宮さんとちょっとこう怪我に関してのお話と、あと野宮さんのこうちょっとこういろんなお人柄と生き方とか、この前お話ししていただいたんですけど、プラスアルファ、もっと野宮さんのお話を知りたいという方がいましたので、続編という形で今回させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。かっこいいですね。なんか素晴らしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。はい。で、もし、ちょっとこうね、野宮さん、今回 Facebook ライブしてますので、野宮さんのことを知らない人もいるかもしれないので、ちょっとこう皆さんに、自己紹介をすいません。よろしくお願いいたします。はい、改めまして、野見山と申します。関西人で神戸の出身なんですけども、2001年から伊豆に引っ越しまして、それまでサラリーマンしてたんですが、病気をしたのをきっかけに、どうせやったら人生なんかやってみたいことやろうじゃないかっていう思いで、サーフィン好きなんで、増田さんもね、サーフィン好きなんですけど、僕もサーフィン大好きで、はい。サーフィンして、あとは自分の食べるものを自分で作ってみるような暮らしをしてみたいなっていう思いがあって、で、伊豆に引っ越しました。で、それだけじゃ食べていけないんで、体のことをこう伝えるような、解剖学という、名前は解剖学ですけどね、ほんまに解剖学なんかどうかはちょっとよくわからなくなってきましたけど、そんなことを、全国回ってワークショップをしたりしています。で、最近はもう全部オンラインで、解剖学講座、セラピストとヨガ向けの解剖学講座をやっております。はい、そんな感じです。よろはい、しくお願いします。お願いします。今回多分こう事前にね、こう申し込みいただいている方の中でも、野見山さんの生徒さんだという方結構いらっしゃると思うんですけど、いらっしゃいますかね。皆さん、はいって、そうです。札幌からって書いてます。札札幌もんちゃん、はい、ありがとうございます。幌。こういった形でね、ちょっとこう皆さんこう、この中にいる人たちは、ちょっとこう一緒になんかこう野見山さんにお話聞きたいこととか、もっと知りたいことあれば、どんどんこうチャットで僕拾いながら、先生に声かけたいなと思います。で、いろんなこうちょっと事前の質問もたくさんいただいているので、はい、今回だけで終わるかは分かりませんが、次回 またね、ちょっとこの拾いきれなかったやつをちょっとこうお話もね、聞きたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい。増田さん、うまいな、なんかこういうのね。さすがや、なんか。そんなことないです。そんなことないです。はもう、まだまだ修行中です。野 宮さん、もともと銀行員だったんですか？い。はい。銀行員でした、本当に。今、半沢直樹が日本で流行ってるの知ってます？なんか、小耳には挟みました。ああ、もうね。本当、そんな感じですよ。あんな感じでした。そこからヨガ、鍼灸師も取られてからヨガなんですか？そうですね、病気したのをきっかけにね、サラリーマン時代に病気して、で、そっからなんかね、現代医学じゃなんか全然良くならなかったんですよね。で、そっから東洋医学に出会ったのをきっかけに、鍼灸師になりました。で、その後ヨガ。はい。今はもう結構ヨガの要素がウエイトとしては大きいですかね。されてる活動として。ああ、はいはい。鍼灸はもう全然やってないですね。もともとね、注射とか、嫌いで、針とか、本当に、苦痛で仕方なかったんですけど、針を学ぶっていうよりも、本当なんか東洋医学を学びたかったっていう思いで、鍼灸師になったんですけども、最近はなんかヨガといっても、最近もうヨガ、教えてないしね。何やってんのかなって感じですけど、はい、ぼやぼやしてます。迷子になってます。どれぐらいもその期間的には
教えてる期間が。ヨガ教え始めてですか。はい。ヨガを、そうですね、2011年、ちょうど震災の時か、2011年にあのクリパラのティーチャートレーニングに参加して、そこからですね、教え出して、はい、つい最近まで自宅でやってましたけど、今やってないですね、なんか。はい、でまた今後、ちょっとこの前もお話伺った時には、はい、それからまたちょっと新たにね、なんかいろんな活動とか取り組みをされるということだったので、はい、またその話も後でちょっとこう伺えたらなと思ってます。はい、あのやろうと思ってますけど、なんかコロコロ変わるんでね本当にそんな感じです。はい、でこう今回今ちょっとこうざーっと今皆さんこうね参加されている方の、私はこういう人ですみたいなこともいただいて、うん、まあセラピスト、まあ、ヨガのインストラクターの方、はい、で、まあ、本当にいろんな、ボディケアをされている方とか、まあ、いろいろいらっしゃる、あと看護師さんとか、はい、いろいろいらっしゃいますね、はい、で、まあ、本当にいろんな方があのちょっと今回のテーマの怪我に関してっていう、しないためには何が必要かっていうテーマ、うん、怪我に関してなんかこう富山さん的にこういろんな体のお話とかも踏まえて、はい、こうなんか富山さんの中でのこうイメージというか怪我に関しての思いというか、はい、考え方とかちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど、ね、今日ね、いやだからそのテーマでね何話そうかなってずっと考えてたんですけどね、やるときは何やってもやるなっていうのはまず最初に来ると思うんですよね。で、そんでね、まあ、僕ヨガの解剖学とかセラピー向けの解剖学とかをお伝えしている関係で、体のことをすごいこう学んだら怪我しなくなるんじゃないかっていう皆さんこうきっと期待みたいなね、じゃあどうしたら怪我しなくなるんだろうっていう思いがあると思うんですけども、多分ね解剖学いっぱい学んでもねなるもんはなるんですよね。なんかそれがなんか最初の結論で申し訳ないんですけども、逆に言うとそれぐらいこう体ってなんか全部が全部コントロールできるもんじゃないなっていう思いがあります。例えばあの馬の例でね、なんか何回かお伝えしたことがあるんですけども、馬の筋肉とか骨とか全部知っててもね、なんか安全に馬でこう旅できるかっていうとそんなことないと思うんですよね。全部コントロールできないし、むしろこう手綱の引き方っていうんですかね、馬がどんな感じなんかなとか、しんどいんかなとか、もうちょっと頑張れるんかなっていうのをこう手綱を通じて伝わってくる何かで、まあこうですかね、対話しながらやっていく方の方が大事なんじゃないかなっていうのが僕のまず一番の思いです。はい、結構じゃ何て言うんですかね、こう何かをやるというのをなんか自分の体に見つめ直すみたいな、よくこう、お話が、ね、こういろんな本とかにもあったりすると思うんですけど、はい、はい、いやそういう感じですか。そうですね、あのかっこよく言ったらね、対話してみるっていうことですよね。はい、なんかこう全部を理解してコントロールするっていうやり方じゃなくて、聞いてみるっていうのがすごい大事なんじゃないかなと思うんですよね。例えばなんかこうどこか負担がかかってるんじゃないかっていうサインが体にはあったりとかするわけですもんね。動いてたら、そうそうそう、そう、それはそうですよね。なんか痛いとかなんかね、もっといけるとかってありますよね。なんでそんな風に思ったかっていうとね、まあ、ヨガのクラスとかやっててね、みんな違うわけですよね、体が。同じように見えても、柔らかさも違うし年齢も違うし、その痛いっていう度合いもみんな違うわけですよね。だから一概になんかこうどんな角度でやったら大丈夫ですとかいうのは無理があるなと思うんですよ。だから、ある程度の方っていうんですかね、ある程度のところはお伝えしつつも、
なんか自分で調整できる余白っていうのが、自分で自分の体と対話しながら調整する余白っていうのがすごい大事なんじゃないかな、まあ、それをこう、そのスペース与えてあげる、作ってあげるっていうのがこう、特にヨガで怪我しないためには大事なんだなって僕すごく思ってます。でもヨガとかだってなんか体が硬いとかよく、うん、まあ一番多いですよね。体が硬くて、ね、私できますか、はいはい、みたいな、はいはい、そういう例えばまあ今日来られてる中でインストラクターの方とかも多分いらっしゃる、多いでしょうね、はい、例えばそういう人が来た時とかに、うん、できればまあ怪我はさせたくないじゃないですか。うんうんうん、なんかそういう人とかに向けてどういうなんかこう気をつけたらいいなとか、こういうことを意識した方がいいよとかっていうのがあったりしますか？あのですね、多分これインストラクターに向けてっていうことですよね。まあ、そうですね、あと、まあ、うん、運動中僕らは理学療法士とかもそうですし、はい、まあ、コロナでこう運動不足からとりあえずやってみようと思いましたから初めて怪我しちゃってる人もいるんですけど、はいはい、ありますよね、はい、うん、まずはまあそういったちょっとこう今実際教えている人とかにちょっと向けて、まずは、うん、もし、教えてる人のに向けて伝えるんであれば、そのスペース、生徒さんに向けてなんかスペースを作ってあげるっていうのがすごい大事やなと思います。間とか余白とか自分で調整していいんだよっていう雰囲気とか、なんかそれをこうにじみ出す、そういうのすごい大事と思いますね。逆に言えばもうこうしなさい、ああしなさいって言ってると、うん、余白がなくなっちゃうっていうことですか？あ、もうまさにそうですね。なんかそうしなさいっていうこう肩も必要だと思うんですよ。だからこう服なんかでもそうですけどね、全員にぴったりの服ってないから、自分でこうちょっと調整するとか、コーヒーなんかでも、ね、好みそれぞれやから自分で砂糖入れていいよとかミルク入れていいよとかっていうのを多分言ってもみんなわからんっていうかな、みんなやっぱりまあそうは言っても先生の言う通りせなあかんなみたいな感じがどうしてもあるんで、しつこく言う、ええんやでって、だって僕もそうやからみたいな、多分自分がなんかそれを示していくってすごい大事やなと思います。予約も含めてなんかそういうレッスンとか教えてあげるような、うん、まあ、指導方法を意識した方がいいということですかね、うん、はいはい。結局なんか生徒さんってティーチャーのことよく見てますよね、うんうんうん、口で言ってるけど、いや先生そんなしてないよねっていうのをめっちゃ見てるんですよね、うん、で言葉尻だけじゃなくてなんかにじみ出てくるものをこう全部感じ取ってるから、うん、まあ、自分はそうじゃないと、自分が本当にそういうふうにしてるっていうのが大事かなと思います。あ、この態度でやる側がってことですか？やる側が態度で、はい、指名していくってなんか大事だなと思います。なんかもうこういうのでいいんだよっていうのを言葉にも出すし、うん、動きとか、はい、この伝え方みたいなところも、はい、まあ、そこをなんかこううまく頑張らなくていいんだよみたいなところを出してあげるっていうことですかね。あ、いや、でも全然頑張らなくていいとは全然思わないですよね。頑張りようと思います。そこはね、よく甘やかさない、痛すぎないところにいてくださいっていう言い方を僕はするんですけど、そのギリギリのところって誰にもあると思うんですよね、うん、頑張らなくていいよって言ったら何も起こりませんからね、下手としちゃって、で頑張りすぎると怪我するし、うん、そのギリギリのところって誰にでもあると思うんですよ、うんうんうん、まあ、僕はクリパルヨガやってたんで、まあ、エッジって言ったりするんですけど、まあ、ギリギリのところ、うん、それを自分で探っていいんだよっていうところでしょうかね、自分で調整していいよ。
実際なんかこう今日とかだったら、まあ、今日、まあかんね、あの初めて例えば、ヨガをやりますっていう人とかだったら、はい、ギリギリとかどうやってこう説明したりとか、うん、伝えたりとかしたらいいのかっていうのが、はい、まあ、実際こう、ね、初めてする側からしたらどういうふうになんかこう声かけしたらいいのかなって。僕はね、そこはね、あの呼吸がバロメーターですっていう言い方をします。もし呼吸が止まってたら、それ居場所じゃないんだよっていう言い方します。死ぬよって。死ぬよですよね。それはね、呼吸できなかったら、あの、持続可能じゃないっていう意味です。そこに長くいることできないよねって、一瞬はいられるけど。うん、で、その呼吸が止まってるってのは、なんかこう、体に無理がかかってるんやなっていうサインですよねっていう意味で、呼吸をバロメーターにしよう。呼吸が、うー、苦しい、痛いっていう、ちょっと手前に、あ、ここやったらなんか呼吸できるぞっていうとこがあるはずなんですよ。そこはきっと甘やかしてないし、怪我しない、ギリギリのところ、エッジなんだと思うんですよね。僕、そんな風にお伝えしてます。そういうのを前、いろんな動きとか、まあ、アンパとかポーズのところで、そこを見つけていくっていうことをしていく。そう、本当に、うん、で、そう言ってても人は忘れるんですよね。忘れますね。忘れる。初めてしたこととか。そうそう、忘れますよね。だから、しつこく言う。ああ。しつこく。忘れてるよって。うん、忘れてるよ。呼吸どうですかって何回も声かけしたりとか。やっぱ大事なことって何回も言わんと、たまんないですよね。はい。今ね、その呼吸の話なんですけど、質問で、ね、はい、この深い呼吸、うん、はい、こう皆さん、はい、深い呼吸してくださいっていうお話が結構する。深い呼吸の仕方をちょっとこう、はい、想像してみたけども、はい、深い呼吸ってしたことない人からしたら、なんかどうやってしたか分かんないって言われたんですと。分かんないですよね。そこでなんかどうやって指導したらいいですかみたいなコメントをいただいて。はい。はい、あの、多分呼吸法ってなんかよくあるんですけども、それをこう指導されれば指導されるほどね、僕はね、鬱陶しいんですよね。なんか頭でこう、ああせいこうせい言われて呼吸するほどなんかね、なんかもう、ああって特にこう、カウント数えながらされるとね、うん、ああってなるようなタイプなんですよね。こんがらがっちゃう。だから、まずなんか体の方をほぐしてあげて、前あの肋間筋ストレッチってあの YouTube に上げたんですけど、肋骨の下部のあたり、こう側屈で伸ばしたりとか、腰のあたり伸ばしたりとか、そんな風にしてこう体のスペースを作って整えたら自然に呼吸が深まるっていうのをこう体験してもらうのがなんかいいかなって。うん、おのずとなんかな、あ、気がついたら呼吸深まってたみたいなのがね、かっこいいかなって。粋な感じがするんですよ。はい、無理やり呼吸、深い呼吸しましょうねとか言われるとね、一生やったらそれ従えるんですけども、24時間そんな無理やもんね。結構、やっぱりそのさ、いきなり深い呼吸しようと思って、例えば 5秒間続けましょうみたいな。はい。10秒間とか、はい、やっぱできない人できないですもんね、最初。はい。分かんなくなります。もうとりあえず吐くにとか普通に必死すぎてなんか、はい、分かりますみたいな。はい、あの増田さんもちろんね、理学療法士なんで、そういう呼吸のリハとか、とかね、COPD に対するなんかこうリハとかもあると思うんですけども、それとはまたちょっと別にね、なんか自分で体をこう感じながらほぐしたりして、あっていう、あ、深まったっていう体験をこう積み重ねるとなんかええんかなって。僕もあのどっちかというとこう、まあ、患者さんを触ることがまあ多いんですけど、はい、こうこう自分が硬くなってたら、そうやって伝わっちゃうんですよね。あ、ありますよね。で、はい、緊張って相手に伝わるっていうので、だから特にこの自分がちゃんと緩めてるかって結構大事だなと思って、そこからちょっと呼吸を勉強するように
なったんですよ。どういう呼吸法をされるんですか？どういう呼吸というか、まあ、例えばこう、はい、胸の周りをまずちょっと緩めて、ああ、はいはい。まあ、本当に、例えば肋骨が広がりやすくするとか、うん。それこそこう、吸った時になんかこっちの方が今日ちょっとなんか広がり悪いなみたいな、うん、はいはいはい。とか、なんかそういうところから。感じるっていうことですかね。はい。なんか、それでちょっとこう自分の中でも調子を整えてから、うん、患者さん、緩めないといけない時の時とか、ちょっと、特に、してます。ありますよね。伝わりますよね。そのドキドキ感とかね。はい。僕は、そうですね、クラスの前とかワークショップの前に、自分と場の呼吸を整えようと思ってガイドするんですけども、単純にも、何のコントロールもしない呼吸をしてもらって、それをこう感じるように。なんかこう、いいとか悪いとか、正しい呼吸しようとか、誰かに教えてもらった呼吸しようとかするんじゃなくて、そのまんまの呼吸をね、ぎこちなくても、ドキドキしてても、それをこうなんか、ああ、そうなんだなってこう、眺める練習をしてます。なんか自分にとってそれはすごい、一番チューニングできる感じがあるんですよ。先ほど言ったようなこの呼吸っていうのが一つのバロメーターになって、まあ、生徒さんを見るときも呼吸にちょっと意識を向けてみる。で、やる側も呼吸を意識してみるっていうのは結構やっぱり一番重要なポイントになりますかね。はい、はい、すっごい大事だと思います。僕、ワークショップのファシリテーションすることも多くて、そういうときってこう場が呼吸してるかっていうか、こう場が呼吸ってこうすごい抽象的に聞こえますけど、要はこうなんかやり取りができてるかなとか、そういうのをすごい見ますね。なんかこっちが一方的に喋ってたり、生徒さんに一方的に話させてたりすると、吸いっぱなし吐きっぱなしみたいで、なんかしんどい場になるんですよね。そんな感じがあります。今回ね、教えてる方も、自分でヨガやってる方も、もう一つ、なんか自分の呼吸みたいなのを見つめ直すきっかけになればいいですよね。はい、はい。なんかそういうとかっこいいんですけどね、見つめ直すいや、なんか、僕とかもなんか今、言われたらどういう呼吸してるんですかって言われて、説明するの、説明したことないなと思って。ああ、はい、はい。ではい。いや、僕自身もそんなね、なんかいわゆる絵に描いたような深い呼吸をして落ち着き払って、そんな人間じゃないですよ。もう全然もう基本アウアウしてるタイプですね、はい。まあ、なんかでもまあそれもええなってなんか思えるようになると違うかなと思います。ありがとうございます。はい、ね、呼吸だけじゃなくて、こういうちょっとこうお話というか、コメントがあったんですけど、はい、なんかよくある昔 の, 運動会でこけて怪我するお父さんみたいな、ああ、はい、自分のなんか思ってるのと自分のできるこの違いで怪我する人多いと思いますけど、ありますよね。はい、なんかヨガとかでもあるじゃないですか。これぐらい、みんな、なんかこれぐらいやってるから私もできるんかなみたいな。うん、うん、思っちゃうとか。なんかそういうことで、その思ってることと実際のその違い、ギャップとか、その辺の関してでなんか気をつけてることとか、こうしたらいいことっていうのはありますか？はい。ご質問でもありましたよね。なんか子供さんで、しょっちゅう怪我しますって、なんか夢中になったらね、怪我しちゃいますみたいなのありましたよね。はい。はい、それはそうやね、しゃあないやね。多分ね、ギャップを埋めるっていうか、こうそもそも体を全部コントロールできるかっていうとできないじゃないですか。体共和国の王様だったらっていうふうなこう書き方をしましたけれども、例えば70兆の、ね、国民を全部コントロールできるかって言うと無理ですよね。
つまりこう集中制御っていうんですか、どっかこう脳で体を全部コントロールして、あそこがこうやからこうしてこうしてああしてっていう制御はできないからこそ、あの体のパツパツにこう任せていくっていう方法で体ってこうなんとかうまくやってるわけですよね。具体的に言うと、それが可能なのが、脳で判断せずに体が勝手に動くっていうところ、特にこう脊髄レベルでこう勝手にこけんようにパッと足が出るとか、そういうのをこうなんか滑らかにしていくっていうのが、一つ怪我をしないためにすごい大事なんかなと思ってるんです。頭で考えんでも勝手に足が出るような、本当神経伝達の世界ですよね。はい、それがなんかね、今回ご質問いただいてた子供さんのこともそうやし、何だっけ、お年寄りでなんか転倒したりとかって多いよねとかいうのもご質問いただいてましたけど、どうしたらいい、何をすればいいっていうのに対してね、僕だったら背骨のくねくねするような動きをすることによって反射を速くするような、そんなこう体操を紹介すると思います。イメージヨガだから全部このアーサナに、このアーサナとこのアーサナとこのアーサナとっていう風になんか言いがちというかイメージしがちだと思うんですけど、そういうのがないっていうことですよね。そうですね、今の話はちょっと違うかもわかりませんけど、はい、つまりイメージっていうかな、今の話は体のこう反応性の話でしたけども、ここまでやりたいっていう、ここまで達成するのが正しいみたいな方、ヨガでいうとこうアーサナみたいな方、それって所詮人間がこうなんか決めたもんやからね、そこに合わせなくても自分の体の方にもっと寄せていった方がいいん違うかなっていうふうに思ってます。肩に自分を合わせるんじゃなくて、自分の体に合わせてヨガのこう肩そのものを変えていけばええやんみたいな、そんな感じですかね。なんか足がここまで上がらないといけないとかってなっちゃいます。はいはい。箇所というか。はいはいはい。いらんいらん。そんなんいらん。もちろんなんか肩があるがゆえになんかね、意味があって、その肩っていうのはきっとあるんだと思いますから、こう、手張りみたいなので、ある程度こう守っていく必要はあるんやけど、それにこう、とらわれすぎなくてもいいん違うかなっていう。そんな思いがあります。さっきもなんかこうくねくねしてちょっとこうまずは背骨からしていこうみたいなことがあったんですけど、はい、怪我をしないっていう話なんですけど、今回その例えば手術とかの後の人、手術自体はもう止まってると思うんですけど、運動をまたそれから始めようと思った時に何からやったらいいですかみたいな人もいらっしゃるんですね。いきなり運動したら怪我しちゃったと、もう一回よし頑張って決めてやろうと思ったんだけど、出したらいいですか、飲み合わせです、みたいな方がいらっしゃいます。何がいいですかね。正直何でもいいと思うんですよね。なんか何でもやることの種類っていうよりもその関わり方の問題だと思うんですよ。だから、怪我しないために何が大事かっていうと、例えばね、シャワーがあったとして、こう右にホット、左にコールドっていうこう蛇口があって、それでこう熱いお湯が出過ぎないようにするにはどうしたらいいかなって言うと、やっぱちょっとずつ回していきますよね。ちょっとやって、ガーって回したらもうなんかやけどするから、ちょっとずつ、ちょっとやって、
フィードバックが返ってきて、ああじゃあもうちょっとやな、これぐらいいけるかっていう、そのこう調整だと思うんですよ。何でもいいと思います、やるのは。はい、その微調整をやっていく、うん、まあ、その微調整だから、そこはもうだから関わり方ですよね。うん、そのはい、動かしてみて、うんうん、痛いんか、うん、痛くないんか、まだいけるんかいけないんか、うんうんうん、で調整してまたやる、そのこうフィードバックのこう繰り返しなんやと思います。うんうん、はい、そこを、うん、丁寧にやり、なおかつスローにやったら、そんなんで怪我するわけがないと思いません。まあ確かにね、負荷を、はい、あ、危ないと思ったらちょっとこっち行ったらいいわけですよね。うんうんうん、何でもどんなことでも。だからこれは例えばそのサッカーやっててって言えば、そのこう夢中になってるからその微調整なんかしようがないけど、うん、ゆっくりやってるようなヨガとかであれば全然そんな調整ができるはずだと思うんですよね。うん、結構あのドイツとかサッカー代表とかのナショナルチーム、はい、今ヨガの、人が一人いるんですよ。へえ。本人で理学療法士、理学療法士、アスレチックトレーナー、うん、でヨガのセラピスト、メンタルカウンセラーみたいな、なんかそういうチームがいるらしいです。メディカルチーム。そうなんですか。どういう役割で入ってるんですか、メンタルってこと。いや、ムーブメントとかじゃないですかね、こう動きっていうのと、さっき言ったらこう結構メンタルもあのサッカー選手あの打つ多いんですよ。あー、なるほど。はい、っていうのもあったりとか、困れる、はい、やっぱりなんかイメージこうやっぱりこう筋トレみたいなのがやっぱり今までのサッカーとかも多いじゃないですか。はいはい、強くしないとみたいな。うんうん、でもなんか最近ちょっとこう、その動きとか、自分の動きを変えないと、ボールもうまく扱えないよ、みたいな。なるほどね。勉強してきてるので、まず使うのはボールじゃなくて自分の体だよねっていう、はぁ。こととかも、やっぱりこう、ね、ですね。なるほど、なるほど。そんなことを考えたことなかったですけどね、小さい時、僕が。とか僕も一切ないです、そんなの。いやでも確かにそうですよね。自分の体をチューニングしていこうっていう考え方は、音楽家とかいろんなところにありますよね。うんうんうん、もちろんそれはあの経営者とかね。別に経営してなくても普通のサラリーマンでも、うん、そこのなんかチューニングっていうのは、やっぱり一番なんか根っこにあるもんだ。ベースにあるもんですよね。なんかそういうチューニングとかの考え方みたいなところでいくと、うん、あのちょっとこうメンタルのところにも触れたんですけど、はい、結構今やっぱこうメンタル的な話とかも、それこそうつ病とか自殺の話とかも山ほどあるじゃないですか。はいはい、なんかその心のなんか怪我じゃないですけど、うん、そういう部分って例えばその宮本さんとかも一生懸命働いてきた中でちょっとこう、ああ切り替えて自分はこっちだって思ったと思うんですけど、そういった部分と、うん、なんかそのメンタルの部分、チューニングの部分、うん、そこにも女の怪我だけじゃなくて当てはまるっていうふうに思われます？ちょっと今よくわからなかったいやなんかこうもう一回言って、こっちこのまま行き過ぎたらなんか怪我しちゃうよね、じゃあこっちもそうだよねみたいな、はい、心の問題とかも、うん、なんか僕は結構あのやろうと思ったらもうめちゃくちゃとことんやっちゃうんですよ。なのでめっちゃ疲れるみたいに。でもそれ結構それやりすぎて結構メンタル落ちる時たまにやったりとかするわけです。はい、うんうんうん、なんかそういった心の問題にもそういった考え方みたいな、行き過ぎないねみたいなのを使えるのかなと思ったり。いや、まあ、全く同じですよね。そもそも心と体ってこうつながり合っているものですから、もう分かつことができないし、まあ、逆に言うと体をチューニングしていくことでこのメンタルの方も、だからまあ体が頑張りすぎて過緊張で、前傾姿勢で胸張りすぎてて交感神経がこう優位になっている時ってこう振り切っちゃいますよね。うん、
心もそれにこう準ずるわけですから、だから体をこう整えていこうっていうのが見えやすいとこなんじゃないですかね。心ってなかなか見えにくいし、手に取りにくいし、はい、心も、ね、怪我というか病気になっちゃったら結構やっぱそこから復活するのってエネルギーいりますからね。いりますよね、はい。まあ、でもなるもんはなるよね。なんかね、本当にだから今日のテーマ考えてた時にね、怪我しないようにするために何が必要かって考えてたんですけど、まあ、極論から言えばですよ、安心安全なこう自分の部屋から出なければええやんみたいな世界じゃないですか、そんなんじゃつまらんしねとか、だから人生もなんかすごいもう全く同じやなと思って、安心安全ななんか人生を送ろうと思ったらね、もうなんか決まり切った毎日のルーティンから外れなければいいけど、そんなんでつまらんしなとか思ったり、そういう意味でなんかそのギリギリんとこを探っていきたいんですよね、ギリギリんとこ、怪我しない、行き過ぎない、ノットタイト、ノットルースっていうかな、ギリギリんとこ。あ、そう、増田さん、それね、だから波乗りと同じやと思うんですよね。波のフェースの一番こう、一番いいとこをこうキープしながらこう、行く感じやと思います。そんなにちょっとずれるだけで、パーンってこうね、倒しちゃうんですね。ちょっとずれるだけね、持っていかれる。はい。し、ちょっとず外れると全然パワーもらえなくなるしっていう、なんか、ギリギリんとこですよね。もう微調整しかないやと思います。でも微調整する力みたいなところをこうどんどんヨガとかいろんなものを通して、まあ、サーフィンでもね、そういったところが身につけてるわけじゃないですか。ある意味、考え方とか、はい、そこなんだと思うんですよ。そのチューニング力、微調整力って何によって身につくんやろうなと思った時に、やっぱやってみんとわからんからね、体でやってみるっていうのがなんかヨガとかの面白いとこやなと思います。自分で、あ、行き過ぎた、怪我したとかね、そんな感じかな。そういう考えでも銀行は辞めてからすぐもうそういう考えになったんですか。考え、今今日みたいなそのチューニングが必要だよねとか、はい、ずつこう微調整していこうねっていうのはどういうことを通してその野見山さん自身は学んでたんですか。学んだか、一つは本当にもう自然に触れるっていうか、もう波乗りしながらとか畑しながらとか、もうそういうことが一番多いですよね。今回ご質問の中にもセラピーの中でこう観察力を高めるためとか、そういうご質問もあったと思うんですけど、まあそういうこう、なんでしょうね、見えないものを見るっていうとこう、なんか怪しげに聞こえますけど、そんなのって自然界の動物たちってみんなやってることだと思うんですよね、勝手に。ツバメが GPS なしに何万キロ飛ぶとかね、なんか、野生の猫とか、野生の猫、野良猫とかが、卵クラブとか読まずにも勝手にポロポロ子供を産むとか、ああいうなんか知恵みたいなのっていうのが、まあ、きっと僕らの中には間違いなくあるわけで、そんなのでどういうふうにして発露されるかなっていうと、自然の中に身を置いてそこにチューニングしていくことってすごい大事やなと思ってるんですよね。だから、何でって言われると本当に自然から、なんかかっこいい、かっこよく聞こえるかもしれませんけど、でも本音、いや、すいません、本音で思います。はい、なんかこう今日今おっしゃっておられるようなお話とかが、その一番最初この宮山さんと初めてお会いした時に、なんかそういうなんかこう自然とのさっきの今のお話のようなかっこよさみたいなのが感じられたんで、前回はヨガを通した生き方と生き方っていうタイトルで、私は、はい、ありがとうございます。
でもなんかこう、はい、富山さんの話聞いたら、ヨガだけじゃないなっていう感じはしますよね。実際なんかそんな極めてるわけでもないしね、もう、いろいろしたいんですよね。別に、サーフィンするのもヨガやなとか思うしね、うんうん、なんかあんまり決められたくないんですよね。多分世の中で今多くの人がヨガっていうとなんかかっこいいウェア着て、うん、はいみたいな感じじゃないのやって、いっぱいヨガってありますよね。今そのヨガ業界って僕、まあ、そんなにこうヨガ業界に詳しくないんですけど、あ、はいはい、なんかこうちょっとこう今までと違うんですか、こう傾向的に、さっきのお話じゃないですけど。あ、今までと違うとかいうよりも、やっぱりこう、どうしてもアメリカから入ってきたっていうのかな、インドからアメリカ行って、アメリカから入ってきた感じなんで、商業的になんかこうキャッチーな、受けるみたいなね、そういうヨガっていうのはどうしてもマスコミ主導で入ってきてるっていうのはもう否めないところだと思うんですよ。でそれはそれでこう悪いとかいいとかじゃなくて、うん、かっこよくポーズが取れたりとか、うん、とかまあね、美しくなるみたいな、なんかそんなところにこうフォーカスが当たりすぎてるのは感じるんですよね。で実際に世の中で多くの人が求めてるのはそんなんじゃないなと思うんですよね。例えばよくね、そうですね、会社なんか行ってみんな本当もうそもそも手上がらんとか、ありますよ、なんかもうそんな感じじゃないですか。なんかなんとかのポーズとかそんなとこじゃない、もっともっとただ呼吸するだけとか、ただこう首を前に動かすだけとか、そんなんだけでもなんかええんちゃうかなと思うんですよね。足、片足上げたらすぐ倒れますって言うんです。そうそう、なんかこう、それがまあ悪いことではなくて、なんかそれに気づければええんかなと思うんですよね、自分でね。あーって。そういう意味ではさっきのこう肩にはめるじゃないですけど、はい、こうかっこいいとかファッションっていうのは、うん、それぐらいなんか綺麗に足がもうここまでピンって、うん、上がるのがやっぱかっこいいから、それが正しいみたいになっちゃうっていう、うーん、なるんですか。ありますよね、その傾向が。だから2つその傾向があって、1つはこう肩かっこいい、なんか新体操みたいな、オリンピック選手みたいなのがかっこいいみたいなのと、もう1つはあれ何言おうとしたのかな、ちょっと忘れちゃったけど、あ、そうそう、うん、医学的に正しいからこれはいいみたいな、多分それリハでやったらいいようなレベルのことをなんかこうヨガに求めてきてるのは、僕はなんかねもったいないなと思うんですよね。そこにあんまり入りすぎちゃうと、そういう肩正しさみたいな外側にある医学的に正しい、エビデンス的に正しいとか、こういうポーズが正しいっていうのも全部外にあるなんか型ですよね、うん、そこに合わせるんじゃなくて、もっともっと内側に寄ってったらいいんじゃないかな。私の体もっとこんな風に動きたいよとか、うん、もっ僕よくなんか好きに動くようなヨガが好きですけど、あ、こうなんかいろいろヘンテコリンな気持ちええわみたいな、うん、犬がよくやってるような、なんか、そんなのが好きです。なんか、そういった意味では、今のヨガと、まあ、これからこう、野見山さんがこう、やりたいこととか、動きとかって、なんかこう、あるんですか？こう具体的にこういうことをやっていきたいみたいな。ああ、ありがとうございます。はい。これからやっていきたいことはですね、多分、うん、例えば山登りでもヒマラヤに登る山登りと近所を散歩する山登りってあると思うんですよね。僕その近所の散歩みたいな山登りとか、そんなのしたいんですよね。なんかそんなすごいこと極めんでもすごい勉強知識がなくても、あ、なんか楽しいなって体を動かしたりとかセラピーとかしたりするような、まあ、それ僕、
スローボディスクールっていうのでなんかこうお伝えしていきたいなと思っていることなんですけども、つまりなんか誰かにこうこれができたから評価されるっていうよりも、あ、自分では気持ちええわって、なんか近所散歩してて、あ、気持ちええわみたいな、かっこいい服じゃなくてもいいし、道具揃えなくてもいいしみたいなのもこうねやりたいし、そういうのをお手伝いできる DIY っていうんですかね、自分の体をこうセルフケアするお手伝いできる人を増やしたいなと思ってるんですよね。あれですよね、今までも一応されてたんでしたっけ。はい、活動は去年されてたんですか。そう、去年、はい、やってました。あの、なんか僕恥ずかしいんですけど、大体思いつきで始めて、その後どうするとかあんま考えなくてやっちゃって、で、なんか、まあ、3回の講座だったんですけどね、3回終わって、じゃあどうするってなった時に、なんか、いや、もうなんもないみたいな感じで終わっちゃったんで、でもう一回立て直してちゃんとしたいなと思ってるんですね。はい。立て直す。立て直す。立て直す。今年のテーマ、立て直す。はい、立て直したいと思ってます。はい。ね、いろいろと、まあ、もしね、あの、こう、今いる中でどうしてもこれは聞きたいっていう質問があれば、あの、ぜひね、チャットに打ち込んでいただいて構いませんし、で、今もう一回こう、今までいただいた皆さんの質問とか、こう、見直してるんですけど、結構やっぱこう、なんか無理をしてるようなこととかが結構、はい。あるのかなっていうのはあるので、はい、チューニングっていうか、調整力みたいなのがすごいなんか大事なのかなと思いますね。いや、いろいろ本当ね、お答えしたいのがいっぱいあるんですけども、あの、個別のところはやっぱりこう最終的に顔も見ないで体も見ないで個別の症状に対してああだこうだってやっぱ言えないですよね、うん、本当そこは申し訳ないなと思って、股関節の痛みとか腰の痛みでずっと困ってらっしゃるっていう方いっぱいいらっしゃると思う、なんかね質問いただいてたんですけど、ごめんね、確かになんかあのセカンドオピニオンを受けてみるのに違うかなと思います。はい、そうね。質問来てるんですけど、チャットで、はい、シェアさせていただきますね。あ、はい。今、サッカーのキッズ向けにこうオンラインヨガをやってますと。はあ。ね、まあ、サッカーは体が硬い子も多くて、結構あのいろいろやりましたけど、ちょっと徐々にこう、はい、参加人数も無駄になったりとかがあったり、こう定まらなくて、ヨガを行う目的が伝わらないのかなと感じています。ああ、なるほどね。こうなんかヨガって女性っぽいっていうイメージがあるのかなとか、なんかこうキッズ系にはちょっとこう動きがやっぱこうゆっくりだから伝わらないかな、辛いのかなみたいなのがあるらしいんですけど、なんかこうどのようにアプローチしていけばいいでしょうかっていうご質問をいただいてるんですけど、はい、よくわかんないですごめん、そうですね。なんか子供さんとかいらっしゃったりするんですか。子供いないんでね、その感覚がなんかよくわかん、正直なんか申し訳ないけどよくわかんないんですけど、なんかやっぱり子供ってこう動きのあるみたい、あるような、なんか小島よしお的なやつが好きなんじゃないとか、なんかのウェーイとかね、あのいわゆる大人がやってるヨガみたいなのを無理に しなくてもいいと思うんですよね。本当にウェーイとか楽しく体を動かしてやるのが縁違うかなとか、思ってますけど、ちょっと誰かプロフェッショナルな方がいらっしゃったらね、教えてほしい、逆に教えてほしいです。なんかあの僕たまにこうキッズとか、まあ、この8月夏休みじゃないですか。タイも夏休み、日本人学校が近くにあるんですよ。500人ぐらいいて、はいはい、そのなんか一世帯、その日本人だけが住んでる、その不動産施設みたいなところがあって180世帯住んでるんですけど、500人近くぐらいいるんですかね。そこにちょっと毎日子供と大人の体操教室みたいな感じで毎朝7時半から、はいはい、ラジオ体操の代わりにやってたんですよ、はい、で確かになんかそのヨガでっ
って言うと分かりづらいかもしれないんですけど、例えばなんかヨガの中でも片足立ちとか、うんうんうん、例えばなんか飛行機の真似とか、あはいはい、そんなんでから入ったりとかして、なんかヨガ教えてるというよりはなんかちょっとバランスよくこげんようにちょっとお母さんに綺麗に上手にやってよみたいな、はいはいはい、なんかヨガをというよりはなんかそのこうなったらこうね、動きももっと良くなって、なんか お母さんよりとか、うん、友達よりちょっとなんか上手にできたらかっこいいよねみたいな感じの伝え方というか。さすが、いいですね、なんかね、楽しいですね。そうなんですよ、だから僕もちょっともともとサッカーの、はい、クラブチーム の, あのユースより下のカテゴリーの大阪のを、はい、やってて、やっぱりそのね、そのヨガとか体の柔軟性をとかってやるんですけど、嫌々じゃないですか、硬いやつがこう、いやね、いらんいらんって感じですよね。そうなんですよ、だからどんなにこれやったらもうめっちゃなんか柔らかくなるでみたいなこと言ってもあんまりなんかこう響かなかったりするとすごい感じたんですよ、なんかかっこよく言ったもん、うん、まあ聞かんなみたいな。でも、うんうんうん、だからね、こう要は子供たちがね、なんかこううまくバランス取りになったりとか、うん、かけっこでも速くなったりとかそういう方が楽しいわけだから、うん、そういうふうに持っていけるような言い回しとか伝え方の、うん、なんかこう、うん、考えで答えるなかなかないと思うんですけど、あの花丸学習会ってのなんかできたーっていうやつ知ってます？なんかあのなんか問題とかしてできたーっていうやつは10歳ぐらいからはなんかこう憧れとか目標とかこれができて、それを乗り越えていくみたいなので、こう子供を誘導していくっていう言い方をしてますよね。なんか多分、それはなんか一見ヨガっぽくないけど、そのフェーズの子供たちにとってはすごいいいですよね。うん、なんかこう、内側を感じて、みたいなこと、その子供に言ってはぁ、みたいな、ね、感じがするし、うん、はぁ、答えになってますでしょうか。でもこの伝え方って結構、ありますよね。僕ら、はい、理学療法士とかでも、はい、動作指導とか、なんか、病院にいると結構難しい言葉喋ってる人が多かった。はい。はい、患者さん置き去りみたいなことがあると思う。ありますよね。あります。はい。なんか、ヨガのインストラクターとかの方の方が本当に上手だなと思って、すごい、なんか、あ、こういう表現使うんだってすごいなと勉強になるんですよね。こう、話聞いてても。うーん、ありますね。方ってなんかこう、逆に僕らみたいな、まあ、理学療法士は西洋医学、バリバリの西洋医学じゃないですか。うん、はい。そういったところで、そういった人もなんかその伝え方とか、体のね、この触れ合い方みたいな、なんか勉強しないといけないなって、すごく最近はね、特に。うん。特にやっぱ、専門家っていうふうに見られてるから、やっぱりこっちも鎧、来てますよね、うん、なんかこうね、ちゃんとせなあかんとか、うん、間違ったこと言ったらあかんとかいうプレッシャーがいっぱいあったりするんで、うん、ちょっと鎧を着ちゃいますよね、うん、はい、そこはわかります。で結局ちゃんと伝わってなくて動きして怪我するみたいなそうです、そうそう、それはすごく思います。はい、なんか患者さんのせいにしちゃうとかやっぱりね、なんかなっちゃったら良くないので、そうね、あのちょっと今の話からずれるかも分かりませんけど、ご質問の中でね、呼吸をバロメーターにして体のこう動きをこう伝えているけどやっぱりそれでも行き過ぎちゃって後から痛くなったっていうのどうしたらいいですかっていうご質問いただいてたんですけど、なんかちょっとこう待ってみるっていうのがいいんかなっていうふうに思ってさ、あれなんでこんな話になったやろ、なんか急にいいですよ、どすいません急になんか脈絡ないかもわかんないけど、なんかそれについて、ね、答えたかったんですよね、うん、なんかちょっとこう要はフィードバックが遅れてやってくるものっていっぱいあるじゃないですか、さっきのこう水道じゃないシャワーの調節みたいにすぐフィードバックが返ってくるもんじゃないやつって 2,3 日遅れてフィードバックが返ってくるような
ね、筋肉痛が後から来たみたいな。だからこの詰まってまた調節するしかないよなっていうふうに思いました。なんかね、それ答えたかったんです。あ、これ俺もそうやなと思いながら、はい、すいません、なんか。いや、いえいえ、その時、はい、で行くと、つい、2日前ですかね、まあ、タイにいる日本人の、うん、お母さん、お母さん、1歳以下のお母さん方対象に、はい、産前産後のケアと、子供の育児発達のセミナーをやったんですね。で、その、やっぱこう、子供と比べ、他の子と比べちゃったりとか、ああ、ね、はい。はいはい。ずっとハイハイしていつ立つんですかみたいな。ああ、なるほどね。とか、やっぱその、うん、待てない、待つって結構難しかったり、うん、焦っちゃったりしたりするのかなと思うんですけど、はい、うん。どんなアドバイスありますかね。待て。待てっていう。待てって言うしかないですよね。待ってみるって言うしかないですよね。まあ、僕もそんななかなか待てないたちですけども。なんかないですか、ヨガのインストラクター、ヨガを教えてる人で、私もあの人たちがみたいに足が高く上がるのは どんだけやればいいですかとか。よく聞かれます、はい、よく聞かれるし、僕もそんなやらないからよくわからないとしか答えられないですかね。みんなやっぱりね、なんか当然誰しも比べたいし、そういう世界で生きてますからね、比べますけども、これなんか年齢とともにね、ああそうなんやなって、はあって思うことが、なんかまあ許せるって言ったら大げさですけどね、そんな風になってくるんやと思います。だって僕も30代ぐらいの時はもう絶対なんかやったろでみたいな、そんな感じでやってましたからね、はい。弱ってくるんだと思います。弱ってくるのは待つ。ガツガツしちゃいますからね、どっちかというと、まあ、僕、はい、30代、まだギリギリ前半なんで。はい、ガンガン行ってください。はい、あ、じゃあもう9時になりましたね。9時になりましたね。はい、まあ、逆にこういった形の、なんかこう、宮、はい、山さんとの、まあ、お話だけじゃなくて、宮山さんも今後ちょっとこう発信をしていくと思うんですけど、はいはい、今後のちょっとこう展開とか展望、はい、みたいなところを少し教えていただきたいなと思います。さっきの話だけじゃなくて、ああ、はい、いうことがあると思うんですけど、うん、あれ、ちょっとでも全然考えてないです。今だから本当にもう白紙というか、どうしていっていいのかなっていう、まあ、迷子になってる感じはあるんですけども、なんか、そうですね、こういうウェブとかを通じてラジオとか飲みラジってどうかなと思うんですけど、 いいと思います。ネーミングとかも含め、はい、なんかそんなのをなんかね、いろいろ発信していけたらなと思ってます。はい、な感じかな。はい、ね、皆さんのこう興味のあることとか、まあ、今日全然、うん、全部答えられて申し訳なかったです。すみません、はい、僕も拾うって言うときながら拾えてないんですけど、すみません、いろんな、まあ、ちょっとこうことを、はい、多分今までの考え方自体がなんかこうガラリと変わるようなお話とかも聞けたかなと僕はすごく思っているので、なんかそういったものをちょっとこうどんどんこう皆さんと野見山さんのお話をちょっと聞けたらなと思ってます。でもし、まあ、多分ここにいる人はほとんど知ってると思うんですけど、野見山さんのFacebook。ありがとうございます。で、またぜひ、宮山さんのお話を聞きたい方とか、いろいろね、この発信されてますので、そちらもぜひ見てみてください。はい、どうも。本当に恐縮です。伝わりましたと。はい、ありがたいです。ちょっとなんか、時間オーバーしちゃいましたけども。はい。なので、皆さんの質問を一応全部目通して、なんか、は通してます。なんか伝えたいなって思いがここにあるんですけど、ごめんねとしか言えないです。逆に飲みラジでこれから伝えていったんじゃないですかね。そうですね。飲みラジもっとなんかたわいもない話をしたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、こういった形でこう、うん、皆さんのこうなんか考え方が
ちょっとチューニングされるようなね、機会がこうやって増えればなと。うまいな、なんか。ね、うまいなと思います。なんかずっとね、僕の話を聞いていただいて、立てていただいて、本当はこう増田さんの話をいろいろ僕が聞かなくちゃいけないところなんですけども、今回は本当ありがとうございます。前回こうね、打ち合わせした時に僕が全然電波が届かなくてほとんど喋ってないので、ね、本当ね、はい、ありがとうございます。で、今日お話、ここでチャットで書いていただいているように、なんか温かい気持ちになるのが、なんか野見山さんのお話なんだなと。そうですか。うん、思うので、よかったです、はい、ぜひ皆さん、これからもまたよろしく、また次開催するとき連絡いたしますので、こちら。はい。なんか野見山さん、これからいろいろされることも、何かこう、協賛がされた方にお伝え、もし何かできたらすぐお伝えできるようにしますので、はい。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。野見山さん、最後に皆さんに一言。そういうの一番プレッシャーかかってる。最後にちょっとプレッシャーかけちゃおうかなと思います。そうですかね、なんかね、今日の怪我をしないためにっていうテーマですけど、本当にもう僕もじゃあ人生においてそれって何なんだろうなって、怪我をしない人生って何なんだろうなって考えながら、そのギリギリのとこで行ったり来たりこう調整しながらね、ちょっとずつこう挑戦するっていうのが人生であり、波乗りかなと思って、あ、なんかかっこよく終わっちゃいました。かっこいいですね。はい、なんかそんな風に思います。本当考えてたんじゃないかなぐらい綺麗に考えてメモしてたりして。はい、ね、こういったの名言集も飛び出すのが飲みラジということで、すみません、いえいえ、はい、よろしくお願いします。どうもすみません、ありがとうございます。本当。はい、皆さん少しオーバーしてしまいましたが、はい、ね、ゆっくりチューニングしながら、はい、お休みになってください。私はお仕事を行ってきます。はい、ね、じゃあ皆さんもね、ぜひ、いろんなお話を、またなんかこうね、こういうことありましたよっていうのも教えてもらえたら、うん、こういった企画をさせていただきますので、ぜひ、はい、どうぞ。はい、本当はありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあどうも、増田さん、本当ありがとうございました。皆さんもどうも、ありがとうございました。